ちゃん来たの、ここだよ、ママここだよ。いい子ね、動画撮るよ。みんなにこんにちはしたよ。もう始まってるからビデオ。こんにちは、わたろ。聞いてる？ね、ママ、みんなにこんにちはしてって言ってるよ。ほら、こんにちはだけしちゃおう。みなさんこんにちは、マリカです。タロウです。今日は疲れてるからこっから動画撮ります。よろしくお願いします。はい。ということでね、今日の動画は何するかっていうと、結構本当に毎回リクエストでもらうタモキシフェンの副作用についてちょっと語ろうかなって思います。この動画がマリカの YouTube 見る初見の人にもう一度説明すると、マリカは今キャンサーサバイバーとして生きています。みんなが結構誤解しがちなのが、マリカはもうがんが治ったって言われるんですけれども、マリカの体の中にがんはまだいます。でもそのがんがね、眠ってるから大丈夫なの。今普通にお仕事とかできんの。でも起きちゃったらまた手術とか抗がん剤とかもう一度いろんなことし始めなきゃいけないし、今度起きたらそれはまあつまり再発っていう状態なんだけど、その再発はね、すごい最強に強いがんになるから、もう治療が難しいって言われてるから、そのがんたちが起きる、つまり再発っていう状態にならないように、タモキシフェンっていう飲むタイプの抗がん剤の一種を飲んでます。で、結構それね、インスタグラムとかにも書いてるから、いろんな人からさ、マリカちゃんタモキシフェンどうですか、副作用どうですかとかすごい言われるから、アップデートしようと思います。ね、タロちゃん、タロちゃん、タロちゃん、かわいいね。タロちゃん、タロちゃん、かわいいね。でもやってみんなに、タロちゃん、タロちゃん、かわいい。タロちゃん、タロちゃん、タロちゃん、タロロロロロロ、タロロロロロロロ、タロロロロロロロ。かわいいね。あのね、今タモキシフェンは飲み始めて2ヶ月目。1ヶ月目の時は一番ひどい症状として出たのは手のしびれ、なんか肩から下が全部ない感じ、自分の腕一本持ってかれてるって感じだったんです。でもそれは変な感じだけど痛くはなかったから、なんか嫌だなとは思ったけど、別に生活はできてました、普通ので。こんな感じだったら、まあ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 、噂で聞いてたよりもワンチャンいけんじゃないって、10年飲まなきゃいけないんですけど、早期発見ではなかったから、がんが大丈夫じゃないと思ってたんですけど、で今2ヶ月目の半分ぐらい来たのかな。そうしたらもう目に見えて大変になってきました。一番大変なのは疲れがひどい。なんか疲れがひどくなるっていうのも聞いてたんですけど、疲れってさ、疲れたなと思ってもやる気の問題じゃんってマリカ思ってて、だから全然いけんだろうと思ってたんですけど、タモキシフェン飲み始めてからの疲れ、この疲れは普通の人の疲れとは、はあ、もう言葉じゃ言い表せない、だいぶすごい違いがあって、本当に先週かな、朝起きてよし起き上がろう、起きたらさ、まず携帯チェックするじゃないですか。なんか LINE 仕事の来てないかなとか、 E メール仕事のやつ届いてないかな、 SNS どうかなとか、そのために携帯に手を伸ばしたんですけど、ここまでしか持ってこれないんです、疲れすぎて。たかだか携帯をね動かすのにそこまで疲れるって怖っと思いました。それがでもその携帯に関わらず一日中その疲れレベルが続いたりとか、あとそういう時は決まってホットフラッシュも結構始まりました。なんかタモキシフェン飲むとホットフラッシュが出るって言われてて、そのためにホットフラッシュが出たら口の中に氷を入れなさいって言われてたんで、すごいいっぱい氷いつも最近は買ってます。体冷やしてる、本当はいけないのかもしれないけど、もう汗ガーってなるから。ホットフラッシュで汗だくになるとか疲れるとかって、撮影中に出たらもう選手生命終わりだなって思ってたんだけど、不思議なことにね、カメラ前にね立つと全然大丈夫ね。ママ強いんだよね、ママプロフェッショナル。太郎よだれこぼしたでしょ、ねえ、ビビ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 
ゆりちゃん、ママのこと好き？僕のママ好きだよ。あ、痛かった？ごめんね。ベビちゃんかわいい。あ、言っちゃった。あ、これ太郎がこれ開けないのって言ってくれた。そう、ここにさ、よいしょ、来た、荷物が置いてあるんだけど。じゃあちょっと、もう話終わっちゃったから、これ開けるね。これまたさ、ファンの方からさ、来たプレゼントです。どっちもまたまたジェフさんからです。ジェフはいつもありがとうね。よいしょ。ひどいな、この YouTube。 いくらさ、タモキシリン、その抗がん剤飲んでて疲れましたって言っても顔も映ってないじゃん、画角的に。こうしよう、せめて甘く見てください、私を。なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、いやーん、かわいい、見て、こんなの届いたわ。ウィンターのパジャマ、これかわいいです。ほら、こんな感じ。ちょっと履いてみようかな。よいしょ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 。これパンツ映ってる、もしかして。パンツ映ってたらやばくない？そしたら YouTube ダメ。あ、映ってるわ。映ってた映ってた、やばいやばい。みんな見ないで。え、カメラの前でこんな下着になっていいんだっけ。え、もう分かんなくなっちゃった。カメラの前で下着になってダメだよね、多分 YouTube は。撮るのはいいのかな。よいしょ、ダメか。全部一応モザイクかけるか。見て見て、こんなだ、かわいい。ジェフありがとう、いつも。もう一本ジェフから箱が届いてんで開けるよ。ちょっとごめんジェフ、これかわいいけどやっぱ夏だから今暑いわ、脱ぐわ。よいしょ、はい。ということで戻ってきた、ただいま。じゃあこっちも開けていきます。よいしょ。なんだこれは。あ、またお菓子いっぱい入ってる、イエーイ。これマリカが好きなやつ、なんだっけ、もちライスナゲット。日本語でせんべいじゃない、おせんべいじゃなくて前菜、前菜です、前菜です。はい。ストループワッフルズ。なんかよくわかんないけど美味しそうです。ジェフありがとう。ジェフはマリカを太らせる気かな。ほ、ブーさんノーポーク。ブーさんノーポークだって。ブーさんにもなんかいただきました。あとはほう太郎、これは太郎にだって。これは誰にあげればいいの。ピーナッツ、マリカかな、テンかな、わかんない。ああ、これテンが好きなやつ。ありがとうジェフ、分かってんね。あ、これは人様用だね。終わり。お手紙読んでみるわ。トゥ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 、More goodies for all my pets. All my pets. Me, Boo さん、テン and Taro だ。ありがとうジェフ。